キッチンハイターを使ってトイレのウォシュレットの掃除をしていこうと思っております。汚れがそれほどひどくありませんので、キッチンハイターを薄めた液で掃除をしていきます。試着液から作っていきます。スプレーボトルを上げまして、そこにキッチンハイターを 1g 入れます。そして水を100になるまで入れます。軽く混ぜましたら完成です。では掃除の方に入っていきます。スコッティファインの洗って使えるペーパータオルです。これを半分に折りたたんでですね、そしてハサミで半分にカットして、こんな感じのサイズを2枚作って、これで拭いていきます。2枚で手袋をしまして掃除を始めていきます。それではペーパーに吹きかけまして、なじませまして、まずは便座の表面拭いていきますね。タンクを拭いていきます。蓋を拭いていきます。ここでですね、蓋を外してしまいます。そして内側も拭いていきます。次はここの溝ですね。ここ結構汚れが溜まっているんですよ。便座の裏を拭いていきます。続きまして、ウォシュレットと便器のこの隙間の掃除をしていきます。掃除をする前に、まずは横側にレバーがありますんで、そこのレバーを下げて、このウォシュレットを浮かせます。それでは拭いていきます。ここの隙間はですね、ぐーっと奥の方まであるんですよ。そっちまで綺麗に拭き上げたいっていう場合はですね、割り箸に先ほどのペーパーをくくりつけたものです。これに100倍希釈液を吹きかけまして、で軽く絞ってですね、これで拭いていくと。そうすると、このぐらい奥までいけますんで。で、終わったら忘れずにレバーを戻して。で、最後が、ノズル周りとノズルの掃除です。100倍希釈液を吹きかけて、こうやってあるって。蓋も持ち上げて、中もしっかり上げて。で、終わったら、水で進んで。拭いて、これで終わりですね。そして、最後に、ノズルの掃除をしていきます。まずは、リモコンで、ノズル掃除のボタンを押して、ノズルを出します。新しいペーパーに変えまして、そこに100倍希釈液をかけまして、これで優しく拭いていきます。念のため、ちょっとすすぎますね。特にこの穴のところですね。で、ノズル掃除のボタンを押して、戻します。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。